皆様こんにちは、韓中国です。アメリカの人権活動団体フリーダムハウスが21日に発表した最新のインターネット自由度ランキングによると、中国は70カ国余りで7年連続でインターネットの自由度が最も低い国と評価され、キューバ、ミャンマー、イランを下回りました。フリーダムハウスの最新報告書によると、過去1年間に少なくとも48カ国でテクノロジー企業のコンテンツ、データ、あるいは競争や独占に関する新たな規則が定められました。これらの政府の行為は場合によってインターネットへの妨害や市場操作と見られますが、言論の自由を抑圧し、より多くの個人データを入手するためでもあります。報告書は中国共産党政権が最近テクノロジー企業間で競争にかけ、ユーザーデータの保護について責任を果たしていないなどを理由に、中国国内のメガテック企業を厳しく弾圧し、権力をさらに集中していると指摘しました。また中共政権は今年、依然として世界で最も深刻なインターネット自由の妨害者であるほか、軍人英雄烈士を侮辱するような発言を刑事犯罪とする新法規を打ち出した。18年の懲役が言い渡された不動産財閥の任司教氏を含む、ネット上で異議を唱える者を厳しく処罰していると述べました。今年、新型コロナウイルスに関する内容は最も制限された話題の一つです。一方、公式メディア、公式ソーシャルメディアアカウントやその他の政府関連アカウントは、新型コロナウイルス起源についての偽情報を拡散しています。このほか、中国では一般ユーザーがニュースをシェアしたり、宗教について話し合ったり、あるいは海外の親友と交流したりするという日常的な活動も刑事裁判に直面しています。インターネット規制機関が発表した新しい規則によって、セルフメディアで時事関連の敏感な情報を発表・評論することが制限されたため、多くのアカウントが削除されました。同報告書の著者の一人で、フリーダムハウスの科学技術と民衆事務上級研究分析官のエリー・ファンク氏は20日、オンライン記者会見で、しばらくの間、中国はますます悪くなるだけだと述べました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。